一浪し、クレメンスより打ちにくかった。打撃でも4打数2安打と躍動したが、3球三振を奪われた第3打席に言及、僕の感覚ではクレメンスより打ちにくかったと称えた。ロジャー・クレメンスはメジャー通算354勝7度歳、ヤング賞を受賞したレジェンド投手。一郎氏は伝説の右腕を引き合いに、ドーマへの投球を称えた。メジャー級ギャグ、そんなに衰えたのかよ。なるほど、アメリカ仕込みのマウスサービスか。そんな球投げるのやめてクレメンス。言うてもチコだった課長ゆるボールの投手の球に侍ジャパン苦戦してたしな。女子高生から三振奪われた後のベンチでの表情がくっそ悔しそうだったわ。クレメンス、そこは打ってクレメンス。遅い球は打ちにくいらしいな。昔バラエティでジモンリーの球速いやつがボロクソ打たれて、もう片方が左のなんちゃって変則だったんだが、そいつは抑えてたんだよな。一郎人生を楽しんでるな。指導者になって野球オタにやじられるより JK と楽しく野球やる方を選んだのは賢い。JK、教えてクレメンス。女子高生、誰？来年は怒りのクレメンス参戦。ご視聴ありがとうございました。